アークティック・モンキーズは、イングランド、シェフィールド出身のロックバンド。2002年に結成。アレックス・ターナー・ジェイミー・クック・マット、ヘルダース・ニック・オマリー2001年、アレックス・ターナーとジェイミー・クックが、クリスマスに板を入手。2002年の夏、アンディ・ニコルソンとマット・ヘルダースが加入。バンバンというバンド名で、アレックスのガレージにて、バンド練習を開始。 主にレッド・ツェッペリンなどのカバー曲を演奏し練習。後にバンド名をアークティック・モンキーズに変更。このバンド名はジェイミーが命名した。2005年1月、デモ音源がザ・シェリフと名乗る一人のファンによってインターネットに公開されるや、たちまちは大沸騰となり、バンドは7月にインディーレーベルのドミノと契約。10月にデビューシングル、アイベッドユルック。 グッド・オン・ザ・ダンス・フロアをリリース。全英初登場1位とを獲得するとともに、1週間で4万枚を売り上げるという鮮烈なデビューを飾った。英国メディアはこぞって、彼らをオアシス以来の衝撃と報じた。2006年1月23日、ファーストアルバム、h a t Ever People Say, I Am, That's h o w a r I Am Not をリリース。本作は、 全英初登場1位に輝き、発売初週で36万枚を売り上げ、当時の英国のアルバム最速売り上げ記録を更新した。同アルバムは英国で最終的に140万枚近くのセールスを記録している。2月にアメリカでもリリースされ、発売1週目に3万4000枚を売り上げて、ビルボード初登場24位となる。さらに、 英国最大の音楽賞であるブリッド・アウォーズなど国内の主要音楽賞を総なめにして一躍、トップランナーの地位を築くことになった。2007年4月23日にセカンドアルバムフェイバリット・ワースト・ナイト・メアを発売。全英1位、全米7位など全作に引き続いて各国で大成功を収めるとともに英国最大のロックフェスである。 グラストンベリーフェスティバルにヘッドライナーとして出演し、早くもその人気は頂点に達している。さらに、同年8月に開催された、サマーソニックレナナの大鳥に大抜擢され、サマーソニックにおいて、史上最年少、デビューから最速でのヘッドライナーとしての出演を果たした。2012年7月28日、ロンドンオリンピックの開会式で、アイベッドユルック。 Good On The Dance Floor と Beatles の Come Together の2曲を選手入場終了直後に演奏した。2013年9月9日、フィフスアルバム AM を発売。全英アルバムチャートにてデビュー作から5作連続で1位を記録し、アメリカでは発売初週に4万2千枚を売り上げて、ビルボードを200チャートで6位にランクインした。ありがとうございます。